ジョアン・カンセロこと、ジョアン・ペドロ・カバコ・カンセロは、ポルトガル・バレイロ出身のサッカー選手。プレミアリーグ・マンチェスター・シティ所属。ポルトガル代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。母国ポルトガルの SL、ベンフィカのユースチームにて育ち、2014年、トップチームに昇格。2014年1月25日、ダッサダ・リーガのジルビセンテ FC 戦で、 トップチームのメンバーとして初出場した。2014年、プリメーラディビションのバレンシア c f へレンタル移籍、2015年に完全移籍を果たした。2017年8月22日、セリエ A のインテルミラノに2018年6月30日まで、買取オプション付きのレンタルで移籍することが決まった。背番号は7番で、ルイス・フィーゴや、セルジオ・コンセイソン、 リカルドク・アレスマといった同郷の先輩が着用していた番号でもある。加入直後に負傷離脱した影響もあり、前半戦はベンチを温めることが多かったが、シーズン後半戦には安定したパフォーマンスを披露し、ダビデ・サントンからポジションをダッシュした。2018年4月17日のカリア・リカルチョ戦では、セリエ A 初ゴールを記録した。2018年6月28日、 イタリアのユベントス FC へ移籍金4040 40万ユーロで移籍、契約期間は2023年までの5年間。なお、移籍金の4040 40万ユーロはユベントスが DF に費やした移籍金で、リリアンチュラムに次いで2番目に高額な移籍金である。2019年8月7日、マンチェスターシティ FC と2025年までの契約を締結したことが発表された。 背番号は二十七番。年代別のポルトガル代表に選出されており、UEFAU-19 欧州選手権20、2013 FIFA、FIFAU-20 ワールドカップ、トゥーロン国際大会、UEFAU-21 欧州選手権2015に出場した。2016年9月1日のジブラルタルとの、親善試合で A 代表デビューし、この試合で代表初得点を記録。 ありがとうございます。